皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。世界ではいろいろな言語が話されているように、その国によって文化も様々です。その中でも食文化はどこにでもあり、食事をする時のマナーがそれぞれ異なります。ある国では良しとされるマナーも、ある国では良くないとされるほど、その国によって変わってくるのです。今回は海外のネット上で話題になっていた、日本人を怒らせてしまうあるマナー、そして後半には世界のテーブルマナーについて取り上げていきます。日本人の食生活に欠かすことができないお箸。箸は食べ物をつまむ、挟む、切る、裂く、運ぶなどができるとても便利な道具です。箸の起源や由来は定かではないですが、人類が火を使うようになったのは20万年から170万年前と言われ、その際に火を使い調理したり、熱いものを食べるときに木の枝を箸のように使ったのではないかと推測されているようです。しかし、箸の素材は木などの植物性のものが多く腐りやすいため、発掘されたとしても、それが箸なのかそれともただの木なのか判断できないため、明確なことはわからないといいます。ちなみに中国で3世紀末に書かれた歴史書魏志倭人伝には、日本人は手づかみで食事をしていたと記されています。しかしその一方で、一般に現存する日本最古の歴史書であるとされる古事記712年では、神代の頃から箸は存在していたという記述があるようです。箸食文化が浸透したのは8世紀初頭と言われています。平安時代初期までは箸とさじを使う中国式の食事作法でしたが、中期には箸のみとなりました。鎌倉時代には一人前の膳が用いられるより、膳の上に箸を置くことから1膳、2膳と数えるようになったようです。江戸時代の中頃には漆を塗った塗り箸が作られるようになり、江戸時代の終わり頃には酒樽の切れ端を利用した割り箸が登場しました。そして明治時代になると塗り箸が全国へと広がっていき、大正から昭和初期に割り箸が大量生産されるようになったようです。これを見ると日本人がマジ切れ。それでは次に、海外のネット上で日本人を激高させてしまう外国人が知らない箸のマナーといったタイトルのスレッドが立っていましたので、そちらを紹介いたします。この写真、これは日本人を激高させることになってしまうことだ。梅干しの写真だけど、この写真におけるタブーは箸で共有することで、これは絶対にやってはいけない。まず皿に置いて分けないといけないんだ。絶対に箸から箸へ移してはいけない。日本では 99% の人が火葬されるんだって。火葬が終わったら、家族がお箸を使って骨を肺の中から取り出して骨壺に入れるんだ。箸渡しが許されるのはこの時だけで、食事の席ではタブーとされている。箸渡しは言葉の通り箸を使い、お骨を骨壺へ入れていく儀式。仏教では今私たちがいる現世と亡くなった人がいるあの世があるとされているらしく、この世とあの世の境には三途の川が流れており、亡くなられた方は三途の川を渡って極楽浄土へと向かうとされているみたい。亡くなられた方が何事もなく無事に三途の川を渡れるよう橋渡しができるようにと願い、生きている者が実際に三途の川に橋を渡すことはできないので、代わりに同音である橋にその願いを込めたと考えられているんだとか。だから葬式の場以外で橋渡しをすると、最近の葬式を思い起こさせてしまうんだ。橋渡しだけではなくて、
日本の箸のマナーは外国人からすると本当に難しい。叩き箸、ご飯を頼むときに茶碗を叩いて頼むこと。刺し箸、料理に箸を突き刺して食べること。唐揚げとかでやってる人を見るけど、箸で食べ物を刺すのは NG。 刺し箸、箸を人に向けること。探り箸、汁物の中を箸で探ったりして好きな具材を探るのも NG。 立て箸、箸を突き立てるのはお葬式のお線香を連想してしまう。紙箸、箸の先端を噛む。これはおバカみたいに見えるけど NG だよ。ねぶり箸、箸を舐めること。箸に食べ物がついてしまった時は舐めないでそのまま食べるか、お味噌汁につけて取ろう。寄せ箸、箸で遠くの食器を手元に引き寄せること。箸じゃなくて食器はちゃんと手で持って動かそう。迷い箸、どれにしようか迷い、料理の上で箸をあちこちと動かすのは同じ皿のおかずでも NG。 他にもまだやってはいけないマナーがたくさんあるんだ。投稿は以上のような内容となっていました。この投稿に対して海外のネットユーザーから様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。海外の反応。箸同士で物を渡さないでくれ。テーブルでフォークを使って食べ物を渡すようなものだよ。すごくマナーが悪いし不衛生だ。日本だと文化的慣習もあるから余計にやばい。教養のないアメリカ人はエチケットを理解できないし、日本のような秩序ある社会の思想に怯えてしまう。全部ルールを破ってしまいそうだ。俺はフォークを使うのが無難かな。自分はちゃんと箸を使えるけど、なぜ日本人はそんなに繊細なんだろう。文字通り全てが間違ってるとか不快にさせることになるんじゃないか。黙って人との食事を楽しめばいいのに。肘をテーブルについたり食事中にゲップするようなものでしょ。失礼ではあるけど誰もそこまで気にかけない。日本食が好きで何年も箸を使ってる。子供の頃はフォーク、ナイフ、スプーンのマナーしか学ばなかったんだ。今はよく学んで NG を避けられるようになったよ。ああ、だから僕のお箸を使ったジャグリングは東京ではうまくいかなかったんだね。箸渡しだけは外国人がやっててもちょっと不快に思ってしまいますが、それ以外は外国人の場合はわからなくて当然だし、多めに見てくれると思いますけどね。ちなみに箸のマナーについては約42種類ほどあるようです。箸のマナーだけではなく、私たちが当たり前のようにしている食事マナーには外国の人から見ると普通ではないことが数多くあります。例えば、いただきますとごちそうさまでしたの挨拶があること。他の国ではいただきますという概念すらないようです。いただきますとは、あなたの命をいただいて私は今日も生きることができます、ありがとうございますという概念であり、食事前に言われています。それは肉や魚だけではなく、植物などの命に対して感謝を表しており、さらには調理してくれた人への感謝も含まれています。他にも、左手がご飯、右手が汁物、おかずは奥などの食器の配置ルールがあること、お茶碗やお椀は手で持って食べること、くちゃくちゃと音を出して食べないことなども日本の食事のマナーと言えるでしょうね。世界のテーブルマナー。日本では当たり前のテーブルマナーも海外ではマナー違反だったりすることもあります。それでは次に、日本とは異なるマナーを簡単に紹介していきたいと思います。アメリカ。
アメリカの正式な場では左手にフォーク、右手にナイフを持つのはよく知られていますよね。一口サイズにカットしたら、ナイフをそのまま右側に置き、フォークを右手に持ち替えてから食べるアメリカ特有の食文化があります。また日本人のようにスープを混ぜてから食べる行為はタブー。ズズーっと音を立てて飲むことも NG で、手前から奥にすくって飲みます。イタリア。日本ではみんなでシェアしながら数枚のピザを食べることは定番ですが、イタリアでは一人が一枚のピザを注文するのが一般的。日本ではチーズの増量を求めようが、ケチャップを頼もうが、特に問題ありません。しかし、イタリアではチーズの増量は罪深い行為と考えられ、ケチャップは米国の下品な調味料と考える人も多いそう。個人的にはイタリア人はワインをガブガブ飲んでいるイメージがありますが、お店でも家でもワインの隣には水があるのがイタリアの常識のようです。また、日本のようなお酌文化はイタリアにはなく、泥酔するまで飲むのは非常識とされているようです。中国。中華料理は料理をみんなでシェアすることが多いです。自分の箸を使って料理を取り分けても OK になります。いわゆる直箸ですね。また、食事中は箸を縦に、食後は箸を横に置きます。また、日本ではすべて残さずに食べることが美徳とされていますが、中国では少しだけ残して、私はお腹いっぱいです、満足してますを表現すると言います。韓国。韓国ではご飯を食べるときにスプーン、箸はおかずを食べるときに使うのが一般的です。日本ではくちゃくちゃと音を立てて食べることは周りからの印象がかなり悪いですが、韓国ではむしろ美味しいと表現していることになり、むしろ印象が良いようです。インド。インドでは食事の際、直に手を使うため、右手と左手の使い分けが大変重要なテーブルマナーとなっています。インドで右手を使って食べることは、テーブルマナーというより宗教的な自己防衛に近いようです。左手はジューターで不浄とされるため、排便の後始末などはすべて左手で行っています。しかし、今では厳格な右手主義者は少なく、不便な場合は左手を使う人も多いのだとか。また、日本では行儀が悪いとされていますが、インド式のテーブルマナーでは両肘をテーブルにつきます。肘から先をすべてテーブルに乗せて左手で取り分け、右手で直接食べ物に触れて口へ運ぶのが一般的なようです。エストニア。うっかりパンを床に落としてしまった時、その時はそのまま捨てずに一度キスをしてから捨てるというのがエストニアのマナーとなっています。エストニアには焼きたてのパンを切ると災いが起こってしまう、パンを逆さまに置いてしまうと家庭内にいざこざが起こる、女性がパンくずを床に落としたら一生パンに困ることになり嫁に行けないと言われる、パンを片手でちぎる行為は母親の不幸を招く、などの黒パンにまつわる言い伝えがあるようです。日本では考えられないようなテーブルマナーがいくつもありました。民族の風習や生活環境がその国によって変わるため、仕方のないことですが、覚えておくと異国の地に行く際には役に立つかもしれませんね。他にも国によっての食事マナーは数多くあるので、また機会があれば紹介したいと思います。いかがだったでしょうか。良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。